はい、どうぞ。はい、いきます。待ってよ、待ってよ。うん、はい、3、2、 FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのためのラジオ番組と銘打っておりますが、はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスを夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。引き続きツイキャスも始めてます。はい、ありがとうございます。来てる来てる、うん、OK です、ありがとうございます。はい、はい、引き続きって言い方だとなんかね、ん？あ、はい、今日もね、今日も新たに、はい、はい、そうです。あの、全然、ね、あの日本撮りとかのあれじゃないかな。あ、そう、あ、日本撮りの匂いなんて全然しないよそう、序盤から日本撮りの匂いさせるのも ね、説明してないのでね。そうだね、本当に、ね、はい、気をつけてくださいよ。気をつけます。はい、では、第73回のメンヘラジオです。はい、はい、放送日、放送日2月19日の月曜日となっております。うん、はい、2月19日、はい、バレンタインデーも過ぎておりますね。あ、バレンタインデーはチョコ食べたかな。いや、俺なんか一回ね、バレンタインデーにね、なんかソフトボールみたいに買って、うん、軟式ボールみたいなさ、うん、なんかケーキみたいなのもらったことあってさ、学生時代。お前に。あ、私か夏がいたんかお前からや。 あれか、軟式のゴムボールみたいな。軟式ボールって言われたんだ、確かに壁当てできるん違うのこれみたいな。違うよ、あれはさ、ホットケーキミックスで作ったちゃんとした蒸しパンなんだよ。いや、蒸しパンってイメージふわふわするでしょ。うん、まあふわふわしてる。俺大好きよ蒸しパン、うん、してたんじゃない。普通に売ってる、うん、あの三重とかで買えるさ、スーパーで買える、おう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 、蒸しパン超大好きよ。うん、あれ蒸しパンだよ。いや、夏美さんからもらったのは軟式ボールだったよあげてないよ。 A 級って書いてあったもん、 A って投げたら曲がりよったもん投げたの、うん、まさかでしょ。ほんとほんとほんと、ほんと、うん、3個もあげたんだよね、しかもね。そうそう、3個だ、4個だった。3個もあげたよね。 3個もらって、うん、俺これ食うのと思って、食わんといけないのと思って戦慄したよね。バレンタインデーに、あのよくあるじゃん、なんかチョコをさ食べたらさ、うん、髪の毛が入ってたとかさ、なんかモテエピソードとかでさ、うん、あれ並みの恐怖を俺は味わえたい。ああ、そうなんだ、うん、これ食べて大丈夫なやつかなってさ。まあ大丈夫じゃないですか。で、皆さんは2月14日どういうバレンタインデーを過ごしたのかな。ねえ、うん、まあちょっとそれも聞きたいです、はい、じゃあ、本日も短いお時間ではございますが、最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、うん、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします、うん、はい、今回のメンヘラトークもですね、うん、まあ、先週に引き続き、うん、トークテーマ、癖、癖の方ですね、うんうん、はい、で、お送りしたいと思っております。で、先週ね、ちょっとツイキャスいただいてた、ツイキャス、うん、で皆さんの癖がね、読めてないところとかもあるかもしれないんで、うん、まあツイキャスの紹介とともに、なんか先週読めなかった部分からちょっと読んでいってもらえれば、うんうん、はい、じゃあロアさん、はい、
トイレ入ったら蓋閉めて流したいではあるけど、うん、今までそんな癖なかったので、うん、 はい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 、あんまり閉めれてないですって。ああ、わかる。あの、コロナ禍になってね、うん、蓋して流しましょう。蓋を閉めて流しましょうみたいなのがね、うん、あの、各、あるね、まあ、公衆って言ったらあれだけど、コンビニエンスストアとかさ、うん、あの、病院行ったら病院行ったでね、お願いしますって貼られてる。貼られてたりするけど、うん、最初はやっぱり俺も、なかなか癖づかなかったね。ああ、でも、あれだよね、うん、一緒に住むってなった時にさ、うん、あの、トイレのことはさ、多分夏美さんが言ったよね。そう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 、蓋閉めてから一緒に住む以前だよね。多分なっちゃんのお家に遊びに来たりして、うん、もちろん当然だけど お手洗いとか借りるわけじゃん、うん、お手洗い借りた時に蓋閉めて、最後終わったら流してくれるって言われて、ああそうね、ごめんねって言って、うん、だからああいう、うん、そうだね、うん、でもね、自宅では癖づいてるんだけど、うん、やっぱりスーパーとかさ、うん、スーパーのはどうしてる？お手洗いとかはあまり意識してなかったりする。本当？うんうんうん、私絶対閉めるわ。あ、閉めて流していく、うん、いや、ほんとね、なんていうのかな、うん、当然これってさ、さっきもちょっとだけ触れたけど、コロナ禍になってからの、うん、なんていうのかな、うん、しきたりというかさ、うん、エチケットみたいになったじゃん。あ、この蓋、うんうん、蓋を閉めて流しましょうみたいなのってよく言われるようになった、うんうん、よく言われるようになった、ね、うん、もう当然以前からもしかしたらあったかもしれんけどね、エチケットとして、うんうん、でもなんか周知されたのはそのコロナ禍以降なイメージがあるんだけど、うん、俺なんていうかな、閉まったままの、うん、蓋が閉まったままのトイレを開けるのって結構恐怖心あって、うん、開けてなんか物体がまだ残ってるん違うかっていうで実際あったし、そういうおい流せよみたいなさ夏違う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 、あ、別の時、そう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 、普通にスーパーとかさ、あ、スーパーとかね、まあ、学校でもそうだしさ、あ、公衆トイレ、普通の公園とかで、うん、入ったところだよ、蓋閉めてるのをだ開けるのってなんか怖がいいのよ、未だに、うん、お家ではそんなことないよ、当然、うん、各不特定多数が入るような公衆トイレとかだとね、うんうん、未だに蓋閉まってるトイレを開くのはちょっと怖い、ちょっと勇気がいる。あ、そうなんだ、うんうん、へえ、あ、なんかトイレの話ちょっと来てるよ。はい、キムタクさん、はい、蓋閉めると流れているかどうか確認できない、うん、あ、そうそうそう、それもそう、うん、だからちょっと音でとか、いや、俺開けてまた確認したりもする。あ、ほんと？うん、たまに。夏目は音でも確認かな。あ、本当、うん、いやどうなんだろう。いや、もうそれはさ、あ、もうあれだけど、出したもの、自分が出したものにもよるよ、やっぱりまあまあ、まあ、確認するかどうかは、まあまあまあ、そうそうそう、ね、そういうことや。そうね、そうね、確かに、うん、はい、で、あ、ペーターさん、はい、ペーターさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます、うん、蓋閉めて流そうとする前に、うん、自動で流し始めるトイレ、おせっかいだば、しぶき散るだろうって。はい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 、あるね、あるね、確かにね、うんうんうん、なんかあるね、うん、そう、勝手にさ、自分が立ったりした時とかに、うんうんうん、センサーがあってね、隣にセンサーがあったりして、そうそうそう、自分のタイミングでやろうと思ってたのが、うんうん、いきなりゴボボボボとかって言い出すんでしょ、うん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 、あれちょっとびっくりするね、うん、びっくりするね、わかるわかる、ロアさん、はい、わかります。あ、トイレの蓋ね、わかります、うんうん、たまに開けたら流れてないことがあります。うんうんうん、うん、怖いもん、怖いもんなそれが怖いんだよな、そうそうそう、それが怖いんだ、はい、埼玉の郷さん、はい、さ、埼玉の郷さん、ちょっと待ってよ、はい、戻っていい？どうぞ。さっきのさ、軟式ボールの件で、はいはいはい、夏美さんのバレンタインデーのプレゼント、はい、そうそう、健太さん、投げたら曲がったば、うん、したら投げるときスライドするなり、リリースの際にまっすぐ下ろしていないが、いや、変化球投げたんですよ、変化球最初から、そうそう、でさ、健太さん、うん、僕たちの時代は A 級草野球、うん、はいはいはい、B 級、うん、中学生軟式、そう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 、 C 級、うん、少年野球軟式、うん、だったけど、うん、今はさ、うん、M 級、旧 A 級、旧 B 級、おうおうおう、で J 級が
CQ9 あ、そうなんだ。なんか変わったりしてね。健太さんさ、野球好きだからさ、うん、埼玉の郷さん、あの、教えてくれてありがとうじゃない。いや、うんとね、確かに気になってたのよ。変わったりしてんの。A 級 B 級ってサイズが違ってたのよ、うん、A 級が草野球、さっき王さんがおっしゃってくれたように、うん、A 級は草野球で B 級より大きい、うんうん、まああの CBA の順に大きくなっていく。あ、球が？そうそうそう、 C は一番ちっちゃい、だから少年野球のサイズなのよね、うん、あ、なるほど、ね、で B が中、中ぐらいの大きさ、うんうん、で中学生が使う、うん、A 級以降は軟式、うん、草野球の大人が使ったり、大人が使う、そうそうそうっていう順番だったんだけど、で、当然野球やらなくなって、うん、引きこもりを経て、うん、生活訓練施設で野球部作って、うん、M 級その時に初めて見たのよね。で、うん、なんかこれと思って、M ってと思ったのを、 M 級はあの M がもう B、ね、B と A 統一になったんだ。変わってる、変わったっていうか統一になったり、企画が変わったり、あのボールの ね、なんか模様とかも、模様というか縞、うん、なんていうのかな、ジグザグっていうかあれでしょ、うん、縫い目の形とかも変化があってね、うん、なるほどなるほど、野球は深いね。マナキツさん出遅れましたからのトイレトークって。そうね、トイレトーク、ここから聞き始めて、その時から聞き始めた人はびっくりするだろうね。そうだね、はい、完全にトイレトークでしたね、うんうん、埼玉の郷さんさ、少年野球のコーチだからね、うん、そう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 、テヘテロって書いてある、うんうん、そうだよね、そっか、あー、でもあの味は美味しかったでしょ、私があげた。ああ、いや、やってる。やっぱ食感がなんかゴムみたいだったからさ。あ、本当、うん、あのさ、夏美はさ、あのあれなんですよ、結構さ、あの目分量でやっちゃう、はい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 、でその時もきっと目分量でやっちゃった。それも言うたら癖だよね、ちゃんとなんかあの容量みたいなの見ないよね。見はするよ、分量みたいな。見はするけど、お菓子は特にそういうの危険だからね。あ、ごめんなさい、そう、お菓子はね、お菓子はよ、あのお菓子は普通のなんか炒め物とかさ、いい、うん、ああいうのはチャンプルーとかさ、ああいうのはある程度目分量でね、うん、大体で美味しいもの作れるけど、うんうん、ケーキとか、うん、そういうスイーツ系を手作りするときはやっぱり分量絶対大事だよ。今までさ作ってきたさ、うん、あの炊飯器でケーキとかさ、うん、食べさせたじゃん、はい、健太さんにも、はいはいはい、目分量やめてくれる、だからそれちょっとケンツさんお腹弱い方なんだからさ。そっか、はい、目分量って言わなければいいんだ。その癖やめていただけたらと思います。わかりました、はい、ちなみにまあこうやってね、まあ、癖を指摘したわけだけど、うん、癖というかね、直してほしい癖みたいなのを指摘したわけだけど、うん、あの夏美さんはあの夫である私にそうそうそうやめてほしい癖みたいなのってあります？やめてほしい癖、うん、ギャンブルはもう治らないよ。もうギャンブル依存症はあの回復はしても完治しないって言われてるんで、おまおまおま。じゃあ、うん、何かな、はい、何かあるかな。いや、鼻くそほじるっていうのは、うんうんうん、よく見てたから、うん、なんかやたら鼻ほじってんなとは思ってたよ。ああ、それは思ってた、うん、あとは何かな、なんかやめてほしいなみたいなのって、あ、癖じゃないんだけど、はい、やめてほしいのはある。おい、何話変わってくるだろう、トークテーマから。まあいいよ、はい、ずれたりもするから。あのさ、はい、あのさ、はい、さ2ブロックなんで2ブロックの、うん、結構刈り上げるじゃん、刈り上げるでしょ2ブロックって。はいはいはい、刈り上げたいで、ね、で上からふわっとかぶってるみたいな、はいはいはい、あのなんで家に帰ったらちょっと前髪を上げたりとかするから、健太さん、うんうんうん、長くなって前髪上げたりとかするじゃん、うんうん、その時にもうあれなんだよ、2ブロックの、うん、なんていうの、あれどっちの部分、2の部分、ブロックの部分。いや、わからん、あれ2ブロックって2ブロックって分かれてんのか、わからん、刈り上げの部分でいいんじゃないの。刈り上げの部分がさ、うんうん、あのなんかちょっといかついからオラオラ系みたいな感じに見えるから、はい、あ、そうですか。あのちょっといかつめの方よりは、うん、あの私は髪の毛、健太さんにも言うけど髪の毛長い方が好きなのよ、ちょっと、はい、うん、だからあんまりその短く、うんうんうん、刈り上げ
しないでほしい。ってこれ癖じゃないじゃん。だから言ってるだろ。癖じゃなかったけど言っちゃった。普通に嫌なとこじゃないけど普通に言っちゃった。だからよ、ただのクレームやし。ケンタさんは自分で気づいてる自分の癖がありますか？だからこの前話したさ、先週は自分は鼻がクソをよくほじるなって自分ではなんとなく分かってるけど、うん、その他にもありますか？癖ね、分かんないな。夏美さんは、うん、あの病的な部分で言ったらきっとあのあれですよ、リストカット癖はあるんですよね。まあね、そういうのは多いかも。で、うん、癖で言うとね、やっぱり病気精神的な部分から言うとね、うん、チックで出る人とかもいるじゃん。ん？あの瞬きが多くなるとかさ、うん、あ、瞬きが多くなったり顔こうやったりとか、癖として捉えられる人もいるだろうなと思って、顔をこうやって撫でる、うんうん、いると思う。あれはチック症状として出てる場合があるから、うん、なんかもうどうしようもないものもあるんだよね、中にはね、うん、反射的になんだ、そう症状として出ちゃってるっていう、そういうのもあるから、癖とそういった症状の見分けも、うん、なかなか難しい部分はあるよね、多分ね、うんうん、症状になるのかな、夏のリストカットのやつは。まああれじゃない、癖でもあるし、どうしても切りたいっていう欲求の部分だから、衝動的なね、うん、だからそれも衝動性出て、症状として出る衝動性な部分で、うんうん、そうじゃないかな。だから俺も言ったらギャンブルは癖みたいなもんだからね、どうしてもギャンブルしたくなるっていう部分では、ね、言い換えれば、うん、そうね、うんうん、ちょっと難しいよね、癖、症状、みんないろんな癖を抱えてるね、うん、そうあるよ、多分言えない癖とかあると思うもんね。あ、家では女装してそう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 いうこと、実はブラジャーしてね、男性、あ、なるほど、仕事行ってますみたいな、そうそう仕事行ってますとかね、そういったなんか女装癖、下着は女装女性のものをつける癖があるとかさ、うん、え、でもさ、そういう人にさ、あ、本当だ、会ってみたいけどね、なんか会ったらさ、いろいろ話聞いてみたい、下着プレゼントしたくなる。こういうのいいよって、うんうん、いいかもね、うん、はい、では、ここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは My First Story Featuring Cherry で、ミリオンタイムズです。どうぞお聴きください。はい、ヘキ皆さんいろいろなんか来てます。あのね、さっきペーターさんが笑ってたよ。なんで？治らない癖って言ってるのが笑ってた。治らない癖笑いって、あの多分あのあれだと思う。ギャンブルの話だと思う。やめられない癖は症状かも。そうオラオラブロックね、うん、ブラが似合ってる男性悩ましい。いるのかな、いるんじゃない。でもあの男性用ブラって一時なんか発売されてたもんね。あったじゃん、そうね、あった気がする、うん、それ、うんうん、喉が鳴ったぐるって、はいはい、あった、あった。でもさ、あの本当にいるかもしれないね、日中さ、うん、だって汗でもかかない限りさ、バレないじゃん。そう意外と作業着の下は、作業着の下はあのレースのパンティーみたいなこと、そういるかもよ、うん、あ、応援したくなるな、うん、こぼちゃんちゃん2ブロックね。こぼちゃん2ブロックの焦りだよね。あ、そうなの。いや違うわ、こぼちゃんは多分普通に刈り上げですよ、刈り上げ。こぼちゃん刈り上げだ。うん、埼玉の郷さん、オリオンザプレミアムいただいております。うまーって、いいなでもな、なちゃんは帰り買っちゃおうかな、俺もオリオンザプレミアム、うん、なんかこれはあのあれなの、ちょっと夏美は詳しくないからわからないけど、これはビールのそうですよことか、うん、プレミアム、まだ飲んだことないんですよ。美味しいんだ、泡が出るやつ、あれじゃない、ビールは泡出るよ、注げば。そうだね、うん、何を言うとるんだ。大丈夫ね、あの下の方とかも読み逃してるものとかないね、大丈夫ね、本当ね、皆さん来てるのに
あると思うよ。ロアさん、はい、チョコ買わなきゃ。てんてんてん。旦那の喜ぶ。2月14日の話で、ね。旦那の喜ぶチョコ探しますって。あ、だからみんな軟式ボールで笑ってるけど。あ、ほんと？いや、だって軟式ボールだったんだもん。いや、いや、あれは、うん、ケーキです。分量守りますね。キムタクさんのとかもあったでしょ。なんで読めてないの？なんでキムタクさん読んだの？あ、読んだよ。読んだ、読んだから今やってるんだよ。はいはい、うんうん。それならいいよ。うん。そうそうそう。あ、そっか。ビール飲めたらお酒飲むの楽しいかも。美味しいよ。だからビールはね、俺も苦手だったんだけど、甘いのしか飲めなくてさ。うん、友達が喉、うん、あれは喉越しを楽しむんだよって味を、うん、楽しもうと思うものじゃないって喉越しだよって。だから、うん、チビチビ飲んだら美味しくない。あ、豪快にいく。ごっくんごっくんごっくんって、うん、この喉を通っていくビールの感じを楽しむんだよって言われて、え、じゃあそれをやったら美味しいなって思えるようになった。喉越しってことだね。そうですそうです。よく言うやつです。はい。はい、お聞きいただいておりますのは、マイファーストストーリーフューチャリングチェリーで、はい、ミリオンタイムズでした。はい。はい、こちらカードゲームアプリデュエルマスターズプレイスの公式テーマソングとなっておりまして、うん、アニメ。ギルティクラウン生まれの架空のアーティスト、うん、エゴイストのボーカルであるチェリーとのコラボレーション楽曲となっております、うん、はい、僕的にはエゴイストのねボーカルさんチェリーさん好きなんでね、声がすごく嬉しいコラボレーション。あ、なるほど。好きなもの×好きなものってこと、はい、好きなアーティスト同士でね。あ、それは嬉しいね。はい、なんだろうな、夏美だったら何が嬉しいかな。だからあいみょんとエメがコラボ楽曲とかさ、うん、コッコが歌うめっちゃメンヘラな曲とか。いや、それはなんかコラボとは違うと思いますけど。違う。はい、では、エンディングに入っていきたいと思います。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングです。はい、2週にわたって、うん、癖について私たちの癖、はい、うん、お話してきましたが、うん、私はもう電波にね鼻くそほじりますみたいな鼻くそよくほじって遊戯中に鼻くそピンってやってますって言っちゃいましたからね。ケンタさんをパチンコ屋さん、スロット屋さんで見かけたときは隣に座るのを気をつけた方がいいかもしれない、うんうん、どっち側ですか、ちなみに。右に投げるの、左に投げるの。いや、わかんない。いや、でも鼻くそマジで気がついたらほじってて、ティッシュが近くにあるときはね、ちゃんとティッシュで取りますよ。毎回ピン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 やってるわけじゃないんで、ね、ティッシュで取る場合が多いよ。はい、そこだけはなんか誤解なきようよろしくお願いします。いや、なんかさ、服の裏につけるとかさ、うん、持ち帰ったらいいよ。いやじゃん。自分の鼻くそだろ。みんなもっと嫌だよ。カピカピやん、絶対持って帰る頃には。あー、おかしい。あ、ちょっと読んでいいですか、はい、時間大丈夫かな。はい、埼玉の郷さん、はい、なっちゃん、比嘉酒造のゆずスパーリング、うん、スパークリング飲んでごらん、ジュース感覚よって。へえ、ゆずスパークリング。え、じゃあちょっとそれ探そう。比嘉酒造のゆずスパークリング。もう名前が美味しそうだもん。俺柑橘系好きだから。そうだね、ゆずの買っちゃうね、はい、俺も好き、うん、キムタクさん、はい、カッパエビセンの丸飲み、うん、カッパエビセンの丸飲みのどごしが美味しいです。そういえば、うん、子供の頃からの癖だな。カッパエビセン丸飲みしてんの、キムタクさん。え、大丈夫。あれ爪楊枝みたいな、あの流さない。カッパエビセンの丸飲み。多分それさ、飲んで超危険な
この生と死の狭間を楽しんでるとしか思えないんだけど。なかなかスペクタクルな、すごい、ね、食べ方してるな。ね、面白。で、埼玉の郷さん、はい、鼻くそヤフーで、ロアさん、はい、私食べ過ぎちゃいますねって。あー、ご飯か。俺ももうね、最近しょっちゅうお菓子ばっかり食べててね、もう、うん、今日からもうお菓子買わないと思って。本当？気をつけようと思って。本当？はい、意識してやっていこうかなと思ってます。うん、そっか、じゃあお菓子、はい。だって今日通院日でね、うん、薬局の先生、薬局のまあ、うん、薬剤師さんか、うんうんうん、薬剤師さんにお薬手渡しされるときにね、うん、いつもね、体重が記入された、うん、なんていうのか、血圧とか体重とか記入されたものも一緒に提出してるから、うん、多分それ見てるんだろうね、うんうん、食べ過ぎないようにねって言われながら忘れたからそうそう、気をつけなきゃね。うん、そっか、はい、食べ過ぎないようにじゃあしましょうね。はい、では、本日のメンヘラ城はここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。